ゼロワンドライバーの横にセット。おお、すごい。テレビマガジン2月号お正月超お年玉付録、記念ゼロワンドライバーウォッチ紹介するよ。ガダマス、みんなこんにちは。今日はテレビマガジン2月号の付録を紹介します。今日もね、なんか後ろにね、気になる絶版おじさんもいる。おじさんたちの立ち話後ろで繰り広げられておりますが、まあそれは気にしないで、テレビマガジン2月号の付録を紹介します。テレビマガジン2月号の付録はこちら、お正月超お年玉付録、秘伝ゼロワンドライバーウォッチ。いいですね、とってもいいですね。テレマガの CM 見てて早く開けたいなって思ってたんですけどね、やっとみんなに紹介できるので僕もこれにつけて遊べるね。遊べるっていうか、つけてしっかりこれでね、時間を見て行動できるということなんですけれども、前振り長い。もう早速行ってみましょう。ガダマス、いつものように付録が入っている箱から見ていきます。まずはこんな感じ、キレンゼロワンドライバーウォッチ来ましたね。スライドアクション、秘伝社長だけの時間ラーニング、どういうことでしょうね。でね、ここのね、男の子がね、アルト社長と同じ服装なんだよね。赤いパーカーに黒い、なんだろう、ジャケットみたいの着てて、ね、CM でもすごい同じ服装だと思ってました。はい、あとは箱こんな感じになっております。はい、こんな感じです。それじゃあ開けてきます。箱オープン。お、入ってました、入ってました。なんだかちょっと大きめですね。いいね、いいね。中に入っているのはベルトと本体、それからベルトを固定するパーツと、お、これはプログライズキーだね。そして説明書です。ではでは、袋から取り出してどん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 取り出して、すごいね。おー、見てください、こうなってるのね、こうなってるのね。はい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 、残りのパーツも取り出します。でね、組み立て方はテレマガの中にね、91ページについております。これを見て組み立てていきます。まずはこのプログライズキーにシールを貼っていきます。シール貼りました。で、このプログライズキーちゃんと閉じるんだよね。素晴らしい。次に秘伝ゼロワンドライバーウォッチくるりとして、このベルトをくっつけていきます。つけるところはこうなのかな。あ、違った、その前にこのパーツをつけなきゃいけないんだ。ここに小さな矢印、左側向いてるんですけど、それと同じになるように、ここのね、小さな矢印も左向くようにしてくっつける。よし、くっついた。いや、くっついてない。はい、くっついた。はい、できた。で、ここにこれを通すのね。よいしょよいしょ。それで完成かな、完成かな。グッグッと、お、完成。できた、できた。で、時間を合わせる方法なんですけど、ここをね、開くと下にボタンがあります。このボタンで時間を合わせることができます。ちなみに今はなんか勝手にこの時間になっています。今はね、1月7日のね、9時5分に撮影しております。ちょっと惜しいよね。はい、ということで、次いきますよ。で、もう完成したのか。そんじゃあ、この秘伝ゼロワンドライバーウォッチの遊び方としては、なんとなんとね、この横にね、CM でも見たと思うんだけど、プログライズキーをセットできるの。いくよ、プログライズキーをスキャン。プログライズキーを開いて、ゼロワンドライバーウォッチの横にセット。よいしょ、あれ、ゼロワンドライバーの横に、ゼロワンドライバーの横にセット。グググ、あれ、できた、できた。いきます、プログライズキーをゼロワンドライバーの横にセット。おお、すごい。本当にゼロワンドライバーと同じようにプログライズキーをセットすると、ここが開いたね。よし、おお、出てきた、出てきた。もう一回、これなんかね、コツがちょっといるかも。
なんかね、一発で、あ、来た来た、よ、せーの、よいしょ、はい、こんな感じ。こういう風にして遊びながらね、時間を確かめられるという素晴らしいアイテムになっております。で、ここね、腕をね、通して、こうやってね、腕にね、キレン01ドライバーウォッチをつけてね、楽しんでください。でもね、お外でこれね、やるとね、ちょっとね、こうやってプログライズキー飛び出てきてしまうので、それだけは気をつけてくださいやっぱり一発でできないんだよなてな感じで、キデン01ドライバーウォッチ紹介したんですけれども、なんとなんとこちら時計だけではなく、10秒チャレンジゲームっていうゲームができるんですね。遊び方としては、ボタン B、右側のボタンだね、ボタン B を2回続けて押すと秒の表示になります。ボタン A を1回押して0秒になったらゲームスタート。10秒当てろってやつで、まず最初0秒に設定します。カバーを閉じます。開くとちょうど10秒。あ、やってみます。それではチャレンジしていきたいと思います。まずボタン B を2回押して秒にします。ボタン A を押して、ここを閉じて10秒経ったら開く。いくよ。せーの。よし、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そろそろ。11、惜しい。あ、これ楽しいですね。で、ボタン B を押したらね、また普通の時計に戻ります。こんな感じで10秒チャレンジ、一人でね、燃え上がっちゃうよね、これね、っていうものと、10秒で結べっていうね、10秒の間に誰がどのプログライズキー使ってるかって自分でこうね、チャレンジするっていうのとか、10秒で探せっていうものとか、なんかね、いろいろ、ほら、10秒で覚えろ、10秒で集めろ、10秒でマギアを倒せとか、いろいろありますので、ぜひ遊んでみてください。とってもとってもかっこいいキデン01ドライバーウォッチでした。で、ここでじゃじゃー、懐かしの一品、これはね、去年の付録だね。去年のテレビマガジン2月号の付録、仮面ライダージオ回転装着時空ドライバーウォッチです。これもね、ライドウォッチがこういう風に外せたりとか、それからね、この時空ドライバー自体くるりと回ったりとかしていたんで、すごいね、いいなと思ったんですけれども、これで変身ベルトの時計が2つになった。チェリマガさん、来年もよろしくお願いしますということで、本日はテレビマガジン2月号のお正月超お年玉付録、キデン01ドライバーウォッチを紹介しました。後ろのおじさんたちはね、何を話しているのか気になるんですけれども、まあね、気にしないつもりだけどちょっと気になるけど、皆さん、テレビマガジン2月号買ってみてはいかがでしょうか。特別価格、お値段税込み1200円となっております。ゼロワンのことはもちろん、竜装者、そして新しいスーパー戦隊ヒーロー、マシン戦隊キラメイジャーの情報もしっかりと詰まっているテレビマガジン2月号、おすすめの雑誌でございます。それじゃあ、今日も最後まで見てくれてどうもありがとう。この動画もしよかったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。変身、あ、これ僕にちょうど合う大きさじゃない？変身ベルトにしていいかも。あ、時計か最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録はこの四角いボタンを押してね。コドモスは他にも楽しい動画が